スラスラスラスエチャンネルです。白地図マインスイーパー実況へようこそさて、日向坂の話になるんですけども、もうすぐベミホの卒業が近づいてきましたね。ベミホといえば、同じく日向坂メンバーの数う富田鈴香と、このちゃん、松田ノカ3人でゴリゴリドーナツなんていう謎のトリオを組んでいますね。ゴリドーもそろそろろ見納めかってことで 前回スージーの出身県神奈川県そして次回がベミホ卒業記念の埼玉編をやるってことでその真ん中となります今回は松田コナちゃんの出身府京都府をやっていきましょう修学旅行の行き先としておなじみの京都見るところがいっぱいありますので今日はなかなかボリューミーな内容となりますが、まあ、気楽に見てください府庁所在地京都市 実は京都府の人口の半分以上が京都市に集中しているんですね他の都道府県で都道府県庁所在地に人口の半分以上が集中しているなんてケースはありません京都がダントツの一極集中です朝ドラ今回省略しています京都が舞台になる朝ドラめちゃくちゃあるんですよね特にここ最近の大阪政策秋から始まる方の朝ドラは京都が絶対に舞台になっているそれだけ言っておきます では各市区町村を見ていきましょう京都市の区、めちゃくちゃごみごみしてますねこれ後でちょっとやりづらいことになるんですけどもまあそれは置いといて京都市の南部に宇治市があります京都府南部が全体的に宇治茶の生産が有名ですねこの辺、JR とか私鉄がいろいろ通っていて大阪、奈良方面につながっていたりしますそこから北の方行きましょう 北の中心地となると福知山になるかな福知山からは天の橋立方面に行けるしその手前綾部からは舞鶴方面に行けます京都駅からそっちの方に行く場合にはまず嵯峨野線に乗っていただいて園部まで行きましてそっから山陰本線で綾部福知山と向かっていく形になります,ち,ょっと面倒です、ね、ちなみに舞鶴からは福井県小浜の方に舞鶴線が通っています 高速道路は名神高速が京都市内を通っていますここから名古屋方面とか神戸方面に行けるんですねいろんな高速道路通っているんですけどもまだ未完成のものも結構多かったりしますさあゲームを始めましょう隣接するところがなるべく少ないところと思っても今回結構ね隣接するところ多かったりしてやりづらいんですよね端っこの方にはなりますが山科区オープン1でございます 隣接するところ3ですので3分の1の確率で怪獣がいることになる山科は東海道線走ってて京都山科大津って順番です京都府の中心駅京都駅と滋賀県の中心駅大津駅は2駅しか離れていないその間にあるのが山科ってところです京都市内ではありますがベッドタウンみたいな位置づけなので名所は少なめこのあとがえぐいからね次開けるところ見てなさいよ はい、えぐいですね、まあ、まず怪獣いなかったことを喜んでほしいんですけどもこんな感じで名所だらけなところがあと34か所くらいあると思うので覚悟してくださいさて京都といえば世界遺産に登録されていますが全部が全部世界遺産に登録されているわけではないことに注意してください 例えば南禅寺湯豆腐がめちゃくちゃ有名で僕もめちゃくちゃ行きたいなと思っているところなんですけども非常に格の高いお寺ではありますが世界遺産ではありませんユネスコがこれはちゃうやろって言って突っぱねてる可能性もあるしお寺神社側が私は世界遺産になりませんよっていう姿勢を示している場合もあるわけです これは世界遺産かどうかってクイズが出た時のために、今回は全世界遺産を茶色の文字で示してあります。その辺に関しては赤青黄の通常のレベル分け無視してるんですけども、赤青黄で普通に書かれてるやつとともにぜひマスターしておいてください。そんな東山区怪獣1空いていないの6箇所6分の1です。これは引いたらやばいやつですよね。うんどうしましょうか。とりあえず京都市の中心部行きましょう。 一気に開きましたしかもなかなかの中心部が開きましたね中京区上京区これ2頃から注意してねで北区も開きました中京区二条城最近ではプロジェクションマッピングでも話題になっております名前が似ているのでついでに話しておくと29人いるメンバーのうち3人が京都府出身です僕は京都出身のみいひちゃん好きですね上京区出身との噂がありますが果たして 北区ここままで来ると山勝ちになってきます左京区右京区もそうなんですけども外側に行くにつれて山がちになってくるところに注意してください金閣寺ももうちょっとで山っていうところでございます京都駅中心部から結構離れておりますので修学旅行でもね、自由行動の時にここに行く人は余裕を持って動いてくださいと注意されましたね東山区もう一回見てみましょう大きく開きましたので2択まで絞られましたさあどうする 山科区のヒントにも関わってくるのでここは探知機を使いましょう東山区怪獣が眠っております情報量が多いな東山区も清水寺が出てきましたね定番スポットですここは僕も行きました何をしたかは覚えてない多分今年の漢字の投票はしたような気がする何を書いたかは覚えてない33元堂も行きました 僕の班は自由行動では基本的に配管料のないところを狙っていたんですけどもここだけ残念ながら配管料がありましたあとこの辺でお昼ご飯を食べようと思ってて良さげなお店を事前調べで見つけていたんですけどもいざ行ってみたら見つからないっていうね結局お昼抜きになりました一方南丹市怪獣1相手内の3箇所1 3分の1の確率 一方嵐山渦政で有名な右京区怪獣2です嵐山に行くっていうのは日光で言えば華厳の滝に行くみたいな感じですねふらって行ける感じではないっていうところがちょっとミソです両方とも決め手にかける状態ですここは噛んでいくか探知機を使うかおっと噛んでいったそして見事に安全でございました綾部市安全と分かりました 綾部市、怪獣に空いていないところ3箇所、これ以上、管に頼るのはちょっと危険ですね。ここで再び京都市中心部に戻りますが、そう、これ、ゴミゴミしてて、なんかどこがどこだかよく分かってないんですよねで。冷静に見てみた結果、おっと、中京区怪獣1、これはすでに出ているね。 じゃあ空いてなかった下行区安全じゃないですかなんだわかるじゃん <laughs> ややこしいですねこれ半永久的に拡大させる機能をつけて欲しいなと思います京都駅京都タワーのある京都の玄関口下行区でございます京都駅には癖の強い長いホームと番号の大きいホームがありますね 発着すする特急の数も日本一らしいですそんな下京区怪獣に東山区ともう一個なければなりません南区怪獣がいることが判明しました当時の五重塔これが本当は京都で一番高い建築物であるべきなんですけども実際は京都タワーとかも建ってしまいましたね京都の修学旅行で一番印象的だったのは当時ですね なぜか白のおじさんから当時の詳しい資料をもらいましてそれが修学旅行後の事後学習に役に立ちましたので印象に残っておりますさて右京区に注目3分の2の確率で怪獣がいるとなって1匹の怪獣の居場所は分かったのでもう1匹これは探知機を使いましょう西京区怪獣がいることが判明しました西京焼き有名ですけども西京区ではないんですね注意してください 右京区の嵐山から亀岡市にかけて保津峡がありますので嵐山観光のついでに行ってみてはいかがでしょうか亀岡の情報がわかったことにより南丹市の怪獣1の居場所も判明しました京丹波町怪獣がいることが判明綾部怪獣2そのうち1匹をわかった福知山か舞鶴どちらに怪獣がいるのか おっとまた勘でいきました福知山が安全舞鶴に怪獣がいることが判明今日は勘が咲いていますナイスがいいですね勢いに乗ってさらに勘勝負今度は福知山の怪獣にから宮津と与謝野のどちらかに怪獣がいる おっとまた当たりました天の橋立てで有名な宮津怪獣がいないことが判明そして怪獣1と出たけど舞鶴に怪獣がいるから他の北の部分全部安全と分かりました探知機1回という絶望的な状況から一気に北の方を広げていきましたこれはなかなかすごいことですね ちなみに京丹後市の出身有名人田川陽介さんみたいな旅番組のプロバス旅のプロなってみたいなと思っておりますさあいよいよ勝負は京都府南部に託されましたこの辺も小さな市町が多く連なっておりますちょっと見づらいんですけども伏見区怪獣52匹出ております残る6個のうち3箇所に怪獣3箇所安全ってことですねまだ管理いきますよ組山町ドラ またもや安全しかし久美山町ちょっと落とし穴があるので気をつけてくださいあれ宇治田原町って一見隣接してないように見えるかもしれませんが実は飛び地なんですよね久美山町の飛び地がそっちの方にありまして隣接扱いになってますプレイする際は気をつけてくださいここで宇治田原町行ったら面白くないですかっ、まあ、てか宇治田原町ややこしいから開けてしまった方がいい気がすると思うんですけどもね まだ探知機は使いませんよ宇治田原町どうだ <noise> ついに感無敵タイムが終わりました理由がついた瞬間怪獣が牙をむいてきましたねしかしミスはまだ1回まだ全然挽回のチャンスがあります同じく久美山町に隣接する宇治市に探知機を使ってみましたするとやっぱり怪獣がいましたねさすが怪獣お茶を飲みに来たみたいです 宇治市出身の麒麟川島さん、平等院鳳凰堂が短すぎて、十円玉がご当地コインだと思ってたって話はね、めちゃくちゃ愉快ですよね。八幡市怪獣に、まだ一匹も出てなくて空いてない箇所、二箇所、ということは両方怪獣がいるってことですね。 その結果常用子注目していただくと怪獣3匹全部出ましたので唯一空いておりませんでした井出町は安全とわかります井出町怪獣3そのうち2匹は出ております空いていない3カ所のうち1カ所だけ怪獣もう探知機は使いません勘がさえまくっていたあの時のことを思い出してわずか腸安全勘を再び取り戻しました そして怪獣1すでに出ておりますのでここに隣接するまだ空いていないところ全部安全とわかりましたそして木津川市怪獣2と出ましたねすでに出ている京田辺市に加えて聖火町にも怪獣がいることが判明しましたもうクリアは確定しておりますがラスト長岡教師と向こう市の2択最後まで勘が当たるといいんですけども <laughs> 残念最後の勘は外れてしまいましたがクリア前半勘に頼りまくった結果それがうまくはまりましてね余裕を持ってクリアすることができました余裕を持っているのかな <laughs> 次回埼玉編は史上最多のマス数となります何テーク取ることになるんでしょうか さあ京都のモデルルート発表しましょうあんまり内容はないんですけどもこちらですはい内容がないっていうかもう京都市で結構完結しちゃうんですね <laughs> やっぱ人口は京都市に集中しているとだけあって名所も結構京都市に偏っていますね こと京都の文化財を構成する世界遺産は全部巡りたいと思いますその上で木山林これは京都市内の有名な日本料理店ですね特にこの2軒が行ってみたいと思うお店でございますもちろん京都スイーツも堪能しましてで宇治の方に行ってお茶を飲んだ後今度北の方に行きまして天の橋立てとかね海の方の風光明媚なところを巡ってみたいと思いますこの旅を実現するためには皆さんの協力が不可欠 です。チャンネル登録、高評価のフォローよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。